それではフィギュアの製作に入ります。フィギュアはフィッティングしやすいよう軟質素材でできています。それゆえにパーティングラインは削るというより切り取るという感じになります。最後はヤスリかけで削るのではなく流し込み接着剤で溶かすのが良いですね。シートベルトはデューロパテを使って再現することにしました。同分量に切り出します。よく練り合わせます。クッキーなどを焼くシリコンシートを用意します。離型剤としてメンソレータムを塗りつけます。パテを薄く伸ばして挟みます。金属の棒などを用意してパテを伸ばしていきます。このまま硬化させます。硬化後ゆっくりと開けば薄いパテが収穫できます。デューロパテは硬化後もこのように柔軟性が残るのが特徴です。ナイフの替え刃を使って押し切るようにカットします。シートベルトができました。キットのモールドを丁寧に取り除きます。こうやって置き換えるというわけです。塗装に入りましょう。まずは白黒で明暗をつけます。黒で塗りつぶしてから上から白を吹きつけます。それからブルーを吹きつけます。明暗が残るように薄めに重ねていきます。さらに筆でハイライトを加筆して仕上げていきます。シートベルトは水色に調色しました。細部の縫い目を仕上げて実感を高めていきます。基本塗装完了です。デカールを貼ります。ソフターを塗って熱々スポンジでなじませます。デカールが付属していない箇所はそれらしく塗りました。頭部の塗装を行います。まずはチタンシルバーを吹き付けます。ブルタックを太い棒にして隙間をつけて巻きます。角度を考えながらブルーを吹きます。こうすればボケ足のある境目が簡単に再現できます。デカールを貼って仕上がりです。顔の塗装はファレホカラーを使います。基本色を塗って目元を茶色で描き込みます。白目をハイライトカラーで塗ります。目玉は油彩で入れました。カメラのライブビューで超拡大して入れていきます。息を止めながら青を塗って白のハイライトをちょんと刺します。目が入るとグッと引き締まりますね。
次に影色をダイナミックに塗り込んでいきます。上から肌色基本色を塗ってなじませます。さらにハイライトを加えた色をのせて仕上げていきます。こんな感じです。境目を基本色でなじませる、ハイライトを描き足す、微調整を繰り返します。赤みを加えていきます。ヒゲの剃り跡を塗ります。以上で完成となります。いろいろな素材を集めてきました。現物合わせで形を決めていきます。基本的にはでっち上げですが、ある程度は資料に沿って作っていきます。シートベルトで使った薄いデューロパテを細切りにします。結束バンドに見立てて巻きます。配線関係ができました。他にもナビゲーターの足元にある謎の物体や携帯電話を自作してみました。金属パーツはまとめてプライマーを吹きます。燃料の配管らしきパーツも自作しました。メタリックグレーを塗ります。資料に沿って細部を塗り分けました。できました。センタートンネルには耐熱シートが貼られています。再現にタバコの銀紙を使います。必要なサイズに切り出して水につけます。ナイフを境目に入れて銀紙を剥がしていきます。模型用セメダインを塗ります。筆で押し付けたら出来上がりです。ハンドル周りも細々とディテールアップします。このカールケーブルは脱落防止用だそうです。次にウェザリングをします。まずは半光沢を吹き付けます。ピンウォッシュという技法を使います。ウェザリングカラーの沈殿した顔料を取り出します。溶剤で適度に薄めます。隙間や影になる箇所に塗ります。溶剤でふんわりとぼかします。筆はこまめにきれいにして汚しを伸ばし広げないようにしましょう。ピンウォッシュはこのように強制的に影を描いてディテールを際立たせる技法です。うっすらとした影の色が雰囲気を高めてくれます。薄めたグランドブラウンを飛沫で飛ばします。ぼかしてなじませました。その他小物類も汚してなじませます。次にグレイッシュブラウンとマルチグレーを混ぜてホコリの色を作ります。この色は黒いパーツに塗っていきます。私はこれを明るいピンウォッシュと呼んでいます。同じように溶剤をつけた筆でぼかしていきます。最後にメイクスポンジでなじませれば完成です。以上で小物が仕上がりました。赤や黄色が入ると雰囲気が高まりますね。
取り付けは瞬間接着剤を使います。これは歯ブラシの先の部分です。これでピンポイントに適量を塗布することができますよ。接着していきます。一箇所ずつしばらく押さえて固めていきます。適当な配線ですが、やはりテンションが上がってきますね。携帯電話も収まりました。自作した燃料配管を取り付けました。後部のネットはエッチングで自作します。いろいろ試しましたが、このネットが最もそれらしいです。グレーで塗装して取り付けました。それではシートベルトをつけましょう。まずは塗装です。金具の作り方をご紹介します。まずはプラ素材を用意します。だいたい同じ長さになるように切り出します。金属板を用意します。白瓶の接着剤を垂らし、爪楊枝で少量取って、そこに先ほどのプラ材を置きます。シートベルトを仮配置します。周囲をプラ材で取り囲んでいきます。最後に流し込み接着剤を塗ります。4つできました。硬化したら取り外すことができます。これが金属板の上で作業をするメリットです。きれいにカットします。これで金具ができました。ベルトに銅線を巻いて盛り上げます。金具を取り付けたら出来上がりです。ロールバーに巻きました。シートの穴に差し込みます。フィギュアを取り付けます。瞬間接着剤で貼り付けます。つなぎ目はパッドで隠しました。以上で完成となります。ダッシュボードを取り付けます。軟質素材だった点がここで生きてきますね。次回はオーバンデカールに苦戦する模様や研ぎ出しを行う様子、そして得意のウェザリングをご披露いたします。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。